ハローラー、こんにちは。パーカッションの高文です。今回は廃品、日用品を使って楽器を作っている、カジーソーさんという方の創作楽器店に遊びに行ってまいりましたので、その様子を一部お届けしたいと思います。もうアイデア満載ですのでね、楽しんで見ていただければと思います。最初はこの大きなペットボトルを使った楽器を紹介したいと思います。これ、このまま叩くとこういう音がします。で、100円ショップで売ってるポンプを取り付けます。で、こう中にたくさん空気を入れてあげて、叩くと、いい音が鳴るようになります。じゃあ、もっともっとこう空気を入れて、叩いてあげると、高い音が出るようになります。まあ、この仕組みを使って作ったのが、このエアコークと僕が呼んでる楽器ですね。まずね、足元のポンプでしっかり踏み込んで空気を溜めます。でこのぐらい溜めといて、手元のレバーを押してあげると、このように笛が鳴ります。こうやって空気を溜めて笛を鳴らす楽器をオルガンと言いますね、はい、これは超小型の手作りオルガンということです。はい、いかがでしたでしょうか。もうめちゃくちゃ面白いでしょ。もう本当にその辺にある日用品からね、こんないい音するんだっていうか、楽器って意外と作れるんだみたいなね、発見があったかなと思います。今回紹介した内容、本当にごく一部ですので、カジーソーさん、またストリングラフィーさんのね、詳細概要欄に載せておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。高文でした。バイバイ。